皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回はリクエストが多かったバラバラ事件の総集編です。未解決と解決済みの事件をまとめていますので、お時間のある時にぜひご覧ください。それでは一つ目の事件からどうぞ。事件概要。2020年6月2日、山梨県南アルプス市の女性画家 A さん、当時71歳が絵を描きに自宅を出たまま行方がわからなくなった。その後、何かしらの事故にあった可能性を心配した家族が警察に連絡し、懸命の捜索が行われた結果、南アルプスの山中で A さんの軽自動車や所持品が発見されたが、事故らしき痕跡などはなく、A さんの姿だけが忽然と消えていた。それから1ヶ月後の7月2日、捜索を続けていた消防団員が現場近くの排水施設で落ち葉に覆われている遺体を発見したが、その遺体はすでに一部が白骨化しており、膝から下が切断されていた。その後の調べで、この遺体は行方不明になっていた A さんであることが判明し、警察は当初死体遺棄事件として捜査を開始したが、有力な情報がないまま時は流れ、死体遺棄の公訴時効3年を迎える直前、容疑を殺人に切り替え捜査を継続することを決めた。しかしそれ以降も犯人につながる手がかりはなく、現在も多くの謎を残したまま未解決となっている。失踪の経緯。2020年6月2日朝、 A さんは夫に風景画を描きに行ってくると告げた後、自身が運転する軽自動車で南アルプスインターチェンジから西に約5キロの山に向かった。午前10時頃、川付近で絵を描いている A さんを友人が目撃しており、挨拶を交わしている。午前11時頃、地元の水道局員が排出検査をするため A さんがいた周辺を通っているが、この時すでに A さんの姿はなく、画材道具だけが放置されていたという。午後3時45分頃、再び友人が A さんと挨拶を交わした場所を通った際、画材道具だけが放置され、 A さんがいないことに気づき、不審に思った友人が A さんの家族に連絡を入れ、家族が警察に通報している。その後、警察はすぐに捜索を開始し、警察犬を投入した上で現場をくまなく調べたところ、画材道具だけではなく、現金の入った財布や携帯電話、 A さんの車が発見されたが、足取りをつかめる痕跡などは確認できなかった。その翌日の6月3日、家族は行方不明者届を提出し、さらにその翌日には消防署員も動員され、約40人体制で再び現場周辺を捜索した。その結果、A さんがいた近くの川の中から絵の具のついた A さんのフード付きの防寒着が発見され、その他帽子や筆なども見つかった。これらのことから、当初警察は A さんが川に転落して流された可能性があるとみて、約500人体制に増員した上で、川の下流や周辺の山林などを捜索し、ドローンなども投入したが、A さんの姿を発見することはできなかった。警察の捜査。捜査開始から1ヶ月後の7月2日午後4時頃、捜索が難航する中、 A さんが最後に目撃された付近からわずか70メートルの場所にある排水施設から異臭がすることに消防団員が気づいた。その異臭をたどると、目に飛び込んできたのは人の生首だった。驚いた消防団員が確認すると、そこには落ち葉や丸太、石などで覆い隠されたような損傷の激しい遺体が置かれており、膝から下が両足とも切断されていたが、なぜか現場から両足だけが消えていた。司法解剖の結果、この遺体は DNA 型鑑定によって A さんであることが判明し、警察は遺体の状況などから何者かに殺害されたと断定した上で本格的な捜査を開始した。6月2日午前10時頃に挨拶を交わした友人によると、その際 A さんには特に変わった様子は見られなかったとされ、不審な人物などもいなかったというが、
その後の捜査で付近の防犯カメラに不審な車が同じ場所に長時間停車していたことが確認されたことから事件に関与した疑いが浮上した。しかしその後も不審な車に関する新たな情報などはなく、捜査は難航し、現在も解決につながる手がかりは見つかっていない。不可解な出来事。実はこの事件は当初から不可解だと指摘されていることが一つあった。 A さんは行方不明から1ヶ月後に最後の目撃場所からわずか70メートルほどの排水施設で発見されているが、その周辺は捜査員らが何度も捜索していたことから何者かが別の場所から運んだ可能性が指摘されている。しかしなぜ切断した両足だけ息しなかったのかについては現在も理由は全く分かっていない。またある情報によると、 A さんの事件があった同じ日に現場近くで釣りをしていた男性がいきなり後頭部に強い衝撃を受け大怪我するといった出来事があり、近くの病院で精密検査を行ったところ、何らかの鈍器のようなもので人為的に殴られた可能性が高いとの診断結果が出たという話がある。この暴行事件の詳細は明らかになっていないが、この男性は A さんの知り合いだったことから何かしらの関連があるのではないかとの見方がある。ある噂。殺害された A さんは埼玉県川越市出身で、23歳の時に勤務先の絵画クラブに入部したことをきっかけにプロの画家に指導を受けるようになり、それ以降長年にわたり風景画を描き続け、その作風は車で走り回り気に入った風景を見つけて描くというスタイルで、作品展に出展するほどだったという。 A さんは2005年頃から子供らが独立していたこともあり、夫婦で南アルプス市の標高800メートルほどの場所にある高尾地区に移住し、絵画の創作活動に励んでおり、近隣住民からは品がよく優しいおばさまとして慕われていたという。ある情報によると、そんな A さんは大自然に惹かれて移住していたこともあり、2019年12月に環境を破壊する可能性がある施設の建設に関する陳情書を南アルプス市長に提出していたとされている。その内容はリニア新幹線の建設に関するものだったと推測されており、実際2019年5月に南アルプス市のリニア対策協議会は JR 東海に対し、騒音や振動で生活環境が悪化するとして工事の停止を求め提訴している。これらのことから建設反対の動きを煩わしく感じていた何者かが A さんを見せしめに殺害したのではないかとの見方があり、マスコミにインパクトを与えるために両足を切断したのではないかとの声もある。また陳情書を提出してから A さんの身辺に不審な出来事が多発するようになったとされ、事件のあった同じ年の2020年には A さんが住んでいた高尾地区で頻繁に火災が発生し、火事によって当時43歳の男性が死亡するといった事例もあり、何者かによる警告だった可能性が指摘されている。しかしこれらはあくまで噂の息を出ておらず、真相は謎のままとなっている。事件の真相とは。この事件で警察は延べ 12,500 人の捜査員を投入し、周辺住民への聞き込みや防犯カメラの解析など懸命に捜査を進めてきたが、現在も解決に結びつく有力な情報は得られていない。実は A さんは2010年3月頃に移動アトリエで巨大風景画を完成させたとして一度メディアに取り上げられており、国道沿いで連日 A さんが絵を描く姿が信号待ちのドライバーの目に留まり、道行く人たちの間で話題になっていたという。このことから以前から絵を描く姿を見ていた何者かが何かしらの理由で一方的に恨みを抱いていた可能性を指摘する声もあるが、 A さんがトラブルに巻き込まれていたような話などは出ていない。果たして A さんはなぜ殺害されたのか、犯人は一体何者なのか、この事件の真相とは。この事件はあまり情報が公表されておらず、 A さんの死因なども分かりませんが、
ある情報によると、切断された両足は遺体の近くで発見されているとの話があります。また、両足の切断面についての情報もないため、どのような刃物が使用されたのかはわかりませんが、警察があえて公表していないのであれば、もしかしたら特殊な刃物が使用されていたために、そこから犯人を割り出す動きをしているのかもしれません。そして、この事件で最も気になることは、リニア新幹線の建設に反対していたことが、事件の引き金になったという説です。A さんがどれほどの意思で反対していたのかは不明ですが、仮に中心的人物の役割をしていたとすれば、リニア建設賛成派の中に殺意を抱く人物がいてもおかしくありません。ちなみに、南アルプス市が起こした訴訟は、現在も係争中ですが、甲府地裁は今月の15日と19日に、現場視察を実施するとされています。この事件の犯人像については全く想像ができませんが、やはり A さんはリニア建設関連で事件に巻き込まれた可能性が最も高いような気がします。この事件はリニア建設関連のトラブルが動機との見方がありますが、リニア建設反対の訴訟については原告のリニア対策協議会のメンバーに A さんの名前はないとの情報があり、中心的な人物ではなかったと感じるため、個人的にはこの説を懐疑的に捉えています。私がこの事件で気になることは、事件当日釣りをしていた A さんの知り合いの男性も何者かに襲われているという話です。この情報が事実であれば、 A さんを殺害した動機との関連がかなり疑われるとともに、おそらく現場近くで長時間停車していた不審車両も事件に関与していた可能性が高いと感じます。 A さんの住んでいた高尾地区で当時頻繁に火災が発生していたことから想像すると、狭い地区で住民同士の何かしらの対立があり、それが事件の引き金になっているような気がします。仮に複数人同士の対立であれば、 A さんだけではなく A さんの知り合いが襲われていることも辻褄が合います。ただこのような狭い地域でのトラブルが原因だとすれば、聞き込みなどの捜査によって警察はすでに情報を掴んでいると思われるため、この説も説得力に欠ける部分があります。いずれにしてもこの事件は両足を切断するといった猟奇性がうかがえることから、犯行の裏には相当な怨恨を感じるため、突発的な動機ではなく計画的に進められた事件のような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。1994年3月3日から翌4日にかけて、九州自動車道の熊本県と福岡県にある2カ所のパーキングエリアのゴミ集積場と、熊本県の JR 熊本駅にあるコインロッカーから、それぞれバラバラに切断された遺体が発見される事件が発生した。警察は死体遺棄事件として捜査を開始し、同月7日に遺体の身元が福岡市に住む美容師の女性 I さん、当時30歳であることが分かり、同月15日に I さんが勤務していた美容室の経理事務員の女 E、当時38歳を死体遺棄の容疑で逮捕した。E は逮捕当初、事件との関わりを否認していたが、取り調べが進むと容疑を認め、さらに殺害についても自供を始めたため、同年4月5日に殺人容疑で E を再逮捕し、同月26日に殺人と死体遺棄及び損壊の罪で起訴した。しかし、この事件は発見された遺体の損壊が激しかったことから、猟奇的な一面が垣間見え、女一人の犯行は不可能ではないかとの見方が浮上し、当初から複数犯説が指摘されるなど、憶測記事も多数報道された。そんな中、警察は E の単独犯と断定し、事件は解決した形となっているが、現在も真偽不明の噂が囁かれるなど、真相は謎のままとなっている。犯人の特定。1994年3月3日、熊本県にある九州自動車道玉名パーキングエリアのゴミ集積場で、清掃作業員が黒いビニール袋にくるまれた左腕を発見したことを皮切りに、その約1時間後には、福岡県の山川パーキングエリアのゴミ集積場で右腕が発見され、さらに翌4日には回収されていたゴミ袋から新たに左手首が見つかり、 JR 熊本駅にあるコインロッカーの中からは2つの胴体部分も発見された。これらのことから警察は
発見された遺体の特徴を調べ、DNA 型鑑定を行った結果、遺体の身元が愛さんであることが判明し、愛さんの自宅や勤務先の美容室、さらに美容室を経営する事務所などの家宅捜索を行った。その結果、事務所から愛さんと同じ B 型の血液反応が検出されたことで、殺害現場が事務所であるとの見方が強まり、事務所関係者を中心に捜査が進められ、事件前に愛さんと E の仲が険悪だったとの情報から E が捜査線上に浮上した。その後の捜査で E は事件前日3月2日からの2日間、福岡市内でレンタカーを借りていたことが分かり、九州自動車道の通行券から E の指紋が検出されるなど、 E の容疑が固まったため、同月15日 E を死体遺棄の容疑で逮捕した。 E は調べに対し事件との関わりを否認した上で、自身が犯人から脅迫されていると訴え、その証拠として次はお前の番だ、バラバラにされるぞなどと書かれた脅迫状と愛さんの腕時計、システム手帳を警察に提出したが、後にこれらは全て嘘だったことが判明し、 E が徐々に容疑を認めたことから、 E を殺人と死体遺棄及び損壊の罪で起訴した。その後 E の自供から、熊本県阿蘇市の雑木林から愛さんの両足が発見されたが、頭部は E の自宅近くのゴミ集積場に遺棄したため、すでにゴミ収集車に回収されたとみられ、残る右手首と犯行に使用された凶器はその後の捜査でも発見することはできなかった。 E の経歴。逮捕された E は1955年福岡市内で菓子屋経営を行う地方公務員の父親と元教師の母親の間に生まれ、地元の中学から短大まで一貫性の名門私立学校に通い、短大卒業後はインテリア会社に就職したが、1年で退職すると1978年に7歳年上のタンクローリーの運転手の男性と結婚し、2人の男の子を設けた。その後 E は専業主婦として家事や育児に追われていたが、子育てが一段落した1989年1月から美容室を経営する会社の経理事務員として働き始め、入社1年後に愛さんがその美容室でスタイリストとして働き始めると、愛さんはキャリア10年以上のベテランだったこともあり、美容師の全国コンクールで優秀な成績を収めるなどしており、客からの評判も良かったという。その後 E は経理事務員として精力的に働いていたこともあり、2年後にはマネージャーに昇格するなど手腕を発揮していたが、徐々に美容師への経営指導や人事にも口を挟むようになり、愛さんとの間でも次第に折り合いが悪くなっていった。そんな中、E は入社して間もなくして知り合った税務担当だった男性 A さん、当時37歳に好意を寄せ、後に2人はダブル不倫関係になり、このことがきっかけで愛さんは事件に巻き込まれることになってしまった。渦巻く憎悪。逮捕された E と税務担当 A さんとの関係が深まったきっかけは、事件の半年前の1993年9月、美容室の慰安旅行先のハワイでのことだった。そこで二人は肉体関係を持つと、その後もホテルなどで密会を続け、そのうち密会用のマンションを借りるなど、泥沼のダブル不倫関係に発展していた。しかし、そんな関係は長くは続かず、二人の不倫関係が美容室の経営者にバレたことをきっかけに、A さんは E との距離を置き始めた。するとちょうど同じ頃、E が経営者の男性から、A さんと I さんの関係が怪しいと吹き込まれ、E は、A さんの態度が最近冷たくなったのは、I さんが原因だと勝手に思い込み始めていった。それ以降、E は I さんに対し嫉妬心を抱き始め、I さんの素行調査を依頼し、自身も変装して I さんを尾行するなどもしており、さらに、A さんや I さん宅に無言電話をかけて二人の関係を探るなど、常軌を逸した行動に出るようになっていったが、二人の親密な関係については確認できなかった。しかし、それでも E は I さんに対する疑念を拭うことができなかった。一方の A さんは、そんな E と完全に関係を立てないことで、不倫が家族にバレてしまうことを恐れ、なんとか不倫関係を清算しようと、わざと愛さんと関係があるかのような素振りを見せていたとされ、結果的にこの作戦は裏目となり、E が疑念を深めるきっかけを作ってしまった。その後も A さんと E のギクシャクした関係は続き、ついに事件の約2ヶ月前、
1994年1月、A さんはしびれを切らし、二人の密会用のマンションを解約して、E に別れを切り出したことで、E は A さんの気持ちが離れた原因は、I さんの存在だと勝手に思い込み、全く無関係の I さんに激しい憎悪を抱いていった。そして I さんは、そんな身勝手な憎悪を抱かれているとは知らず、美容室での居心地が悪いと感じていたため、美容室を辞める決意をし、事件の二日前に退職手続きのために事務所を訪れると、そこで待遇に対する不満などを E にぶつけ、4時間にわたって E と口論に及んだとされ、これをきっかけに、ついに E は I さんの殺害を決意した。猟奇的犯行。犯行当日、2月27日、午前11時30分頃、E が退職手続きに不備があると言って、I さんを事務所に呼び出したことで、再び二人は口論となり、E は事前にスーパーで購入していた出刃包丁で I さんに切りかかり、押し倒して馬乗りになって、I さんの首から胸にかけて、めった刺しにした。その後、I さんを殺害した E は、現場が経営者の自宅兼事務所で、経営者が帰宅する夜までに、I さんの遺体を隠す必要があったため、遺体をバラバラにして、どこかに運ぼうと考え、事務所にあったノコギリと出刃包丁を使って、I さんの遺体を約3時間かけて、バラバラに切断した。そして、遺体を11個に小分けにすると、それらを黒いビニール袋やスーツケースなどに入れて、午後3時頃、一旦事務所から運び出し、自宅に向かった。同日、午後5時頃、E は再び事務所に戻ると、内臓などが入った黒いビニール袋を、事務所が入ったマンションのゴミ集積場に捨て、同日午後7時、何食わぬ顔で美容室に向かい、研修に出席した。犯行から4日後の3月2日、E は遺体を遺棄する目的でレンタカーを借り、高速のパーキングエリアをはじめ、雑木林や駅のコインロッカーなど、様々な場所に遺体を捨てた。そして、E は最終的に頭部を自宅付近のゴミ集積場に遺棄し、すべての遺体を遺棄し終わった車の走行距離は、およそ 400km にも達していたという。これらのことから、本当にすべて一人でやったのかと疑問の声が上がり、協力者の存在を指摘する見方が浮上する中、注目の裁判が始まった。注目された裁判。1994年7月1日、E の初公判が福岡地裁で開かれ、E は、殺人については無罪を主張し、死体損壊については有罪を認めますと述べ、殺害は過失として正当防衛を主張したことで、公判は1年以上にもわたり、その間、E は正当防衛を主張し続けた。1995年8月25日、判決公判で裁判所は、確定的殺意があったのは明らかと述べ、犯行の計画性も認定した上で、残忍極まる手口で、被害者に対する冒涜の程度は極めて悪質、虚偽の供述を繰り返すなど、反省も見られないと、検察側の主張をほぼ全面的に認め、懲役17年の求刑に対し、懲役16年の判決を言い渡した。裁判長は判決理由で、犯行の動機について、E は交際中の男性と、I さんとが親密な関係にあると疑いを強めて、憎悪を抱いていたと判断し、殺意を認定した上で、偶発的事故で正当防衛に当たるとする弁護側の主張を、正当防衛を論ずる余地はないと退け、さらに、E が遺体解体を決意したのは、死亡を確認してわずか5分から10分後で、解体を約3時間で済ませるなど、極めて巧妙。当初から遺体を解体し、スーツケースなどに入れて搬出することを計画していたと認められると、犯行の計画性を指摘した。その後、判決を受けて弁護側は控訴したが、高裁最高裁が共に棄却したことで、E の刑が確定し、この事件は単独犯として幕を閉じたが、世間では現在も共犯者の存在を噂する声が根強くある。囁かれる噂。こうして、E は公判で最後まで殺意を認めなかったため、後味の悪い形で事件の幕を閉じたが、事件当初から犯行は E が知人の男の協力を得ていたとの噂が流れていた。この知人の男というのは、福岡県のある有名な外科病院の院長の息子で、医者の道には進まず、福岡市内で花屋を経営していたが、E が逮捕され、自分に捜査の手が及ぶことを知ると、
自ら命を絶ったとされている。実はこの知人の男をめぐっては他にも興味深い噂がある。それはこの知人の男には兄と姉がいたとされ、その姉というのが1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件の犯人、榊原生徒こと少年 A の母親だとの情報がある。少年 A が事件を起こした際、この姉は今でもあの子があんなことをするなんて信じられないと悪びれるでもなく平気で話していたという話も浮上しているが、真偽については現在も不明のままとなっている。この事件は発生から28年以上が経過しているため、 E は16年の刑期を終えてすでに出所しているとみられますが、その後の E に関する情報は明らかにされていません。ある情報によると E の獄中式には I さんと口論になった際、 I さんがあの人の子供を身ごもっていると言い放ったと記されており、 A さんとの関係を匂わせてきた I さんに逆上したような記述があるとされ、愛さんが A さんとの関係を疑われたことで不愉快な思いをした腹いせに放った言葉ではないかとも言われています。しかし私的には E は数々の嘘を供述しているため、手記に書かれた内容もあまり信用できないと感じます。また信じがたい噂としては、 A さんは以前から美容室の経営者と同性愛の関係にあり、 E との関係を知った経営者が嫉妬したことで犯人の E にA さんと I さんの関係が怪しいと吹き込んだとの話もあります。そして、やはりこの事件で一つ疑問に感じることは、本当に E が全て一人でやったのかということです。3時間という短い時間で遺体をバラバラにすることは男でも難しいと思うため、なおさら女一人の力では不可能ではないでしょうか。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。事件概要。2017年9月30日午後4時半頃、福岡県北九州市小倉南区の吉田川で、通行人の男性から人間の頭蓋骨のようなものがあると通報があり、警察が調べたところ、白骨化し切断された遺体が発見された。司法解剖の結果、死因は不明だったが、遺体の手と足の一部の骨には刃物のようなもので切断された跡があり、福岡県警は死体遺棄事件として捜査本部を設置し、身元の特定を急いだ。遺体発見から4ヶ月後、DNA 型鑑定などから遺体の身元が福岡県添田町に住む女性 H さん、当時29歳であることが判明し、2017年7月頃、H さんの姿が目撃されたのを最後に行方不明となっていたことが分かった。また H さんは一人暮らしだったため、親族からも捜索願いは出ておらず、自宅に荒らされたような形跡もなかったことから、自宅以外の場所で切断され遺棄されたとみて現場周辺とのつながりを確認しているが、現在も捜査は難航している。その後2017年6月に福岡県田川郡の店舗の防犯カメラに映っていたH さんの映像を公開し、情報を募っているが、未だ解決の糸口はつかめていない。そして、2020年9月、死体遺棄容疑の公訴事項が成立し、未解決のままとなっている。現場の状況。H さんの遺体が見つかった現場は、JR 下曽根駅から北東に約3キロのところにあり、周辺に民家は少なく、田畑が点在しており、川幅は約 3.8 メートルで、水深は約15センチの小さな川で、H さんの自宅からは32キロも離れた場所だった。第一発見者の男性によると、9月29日午前8時頃、現場近くの橋の上から川の中に頭蓋骨のようなものを見つけたが、すぐに通報はせず、翌日にもう一度確認してから通報したという。その後、警察が川の中から人の頭蓋骨を発見し、周辺を捜索した結果、成人女性のものと思われるほぼ全身の骨が見つかったが、身元の特定につながる所持品や着衣などの遺留物は発見することができなかった。発見された遺体はほぼ白骨化しており、
検視の結果、遺棄されてから相当の時間が経過している可能性が高いことが分かり、骨の一部が切断され、胴体に複数の刺し傷が見つかったことから、福岡県警は死体遺棄事件と断定し、何者かによって殺害された可能性も視野に入れ、捜査を開始した。H さんの特徴。遺体となって発見された H さんは、当時29歳で、添田町にある町営住宅の団地に住んでおり、身長は151センチの痩せ型で、左腕と腰にはタトゥーが入っていた。H さんは幼少期に母親を亡くし、父親や兄弟と暮らしていたが、数年前に H さんは結婚し、夫も一緒に暮らすようになり、しばらくして父親と兄弟は家を離れている。その後、H さんに娘が生まれ、夫と3人で暮らしていたが、事件の2年ほど前、夫が姿をくらませたことがきっかけで、残された H さんと娘の生活環境は変化したと見られている。事件当時 H さんは仕事をしていなかったと見られ、行方がわからなくなっていることに気づく人がいなかったため、誰からも捜索願いが出されることはなかった。近所の住民によると、H さんはおとなしそうで地味なタイプで、あまり目立たず控えめな印象だったと語っており、小中学校の同級生の女性もまた、H さんは中学校の頃はおとなしい印象だったと語っている。そして事件から約半年後、捜査が難航する中、生前の H さんの姿を捉えた防犯カメラ映像が公開された。その他、生前の H さんの写真も複数公開され、顔のイラストなども作成されたが、依然として有力な情報は得られていない。困窮の様子。実は事件当時 H さんは生活に困窮していたとの報道がされている。夫が家を出て行った後の2016年1月、食べるものがないと児童相談所などに相談していたことが分かっている。2017年春頃には子供を施設に預けるべきかと近所の住民にも相談しており、 H さんの生活環境が気になると住民から情報提供があり、地元の区長と民生委員の2人が H さんの自宅を訪ねているが、この時 H さんはドア越しに対応し、区長らは経済的に苦しく子育てで悩んでいる場合は相談してほしいと伝えたが、 H さんは元気がない感じでうなずくだけだったという。その後も民生委員らが何度か自宅を訪ねたが、チャイムを鳴らしても反応がなかったとされ、事件後に区長はこんな事件に巻き込まれるとは思わなかった、気軽に相談してほしかったと肩を落とし、民生委員の一人は最近会議で H さんの話を聞かなかったので暮らしが落ち着いていたと思っていたのに気の毒でならないと悔しさをにじませている。その後、時期ははっきりしていないが、 H さんは娘を児童相談所へ預けたとされており、事件発覚の2018年に娘は3歳となり、 H さんの娘の無事は確認されている。そして一人暮らしとなった H さんは2017年7月頃からの行方がつかめておらず、姿が確認されることはなかった。事件の真相とは。この事件は生活に困窮していた一人暮らしの女性が突然バラバラの遺体となって発見されたが、目立ったトラブルなども報道されておらず、多くの謎が解明されていない。H さんの自宅周辺はホタルが舞うほどのどかな場所とされており、住民からは驚きとともに不安の声が聞かれ、遺体が発見された現場は九州自動車道の高架下の近くで、車は日中でも少なく出歩く人もほとんど見かけないような場所だった。ある情報によると、 H さんの行方がわからなくなった夏頃、若い女性が頻繁に遊びに来ていて楽しんでいる姿が目撃されていたというが、事件との関わりは分かっていない。また福岡県警によると、 H さんの生活圏は福岡市博多区や北九州市飯塚市などで、以前はその辺りの飲食店や工場に勤めていたこともあったという。事件から約1年後、 H さんの遺族や捜査関係者が現場を訪れた際、 H さんの父親は花束を供え、静かに手を合わせながら、
私は犯人を許しません、真実を話し罪を償ってほしいと言葉を詰まらせ、手がかりにつながる情報提供を訴えている。果たして H さんの身に一体何があったのか、殺害に関与した人物は誰なのか、この事件の真相とは。この事件で私が気になる点は、 H さんが事件前生活困窮を訴えていたということです。おそらくこの事件の背景には金銭的な何かが絡んでいるのではないでしょうか。地元の区長と民生委員の2人が H さんの自宅を訪ねていますが、生活保護の話が出ていたのか気になります。実は厚生労働省による2016年度の全国一人親世帯の調査結果によると、母子世帯数は約123万世帯あり、そのうち生活保護を受けている世帯の割合は約 7.8% となっています。この数字から見ると、実際に受給している母子世帯が少ないことがわかるため、 H さんも生活保護は受けていなかったのかもしれません。だとすれば、 H さんがどのように生活費を稼いでいたのかというのがこの事件のポイントのような気がします。これはあくまで想像ですが、仮にいわゆる出会い系などで援助してくれるような男性と接触を試みていたとすれば、それがきっかけで命の危険にさらされるようなことがあったのかもしれません。この事件は公表されている情報が少なく、犯人像に結びつくような材料も乏しいため、あらゆる可能性が否定できず、非常に難しい印象があります。福岡県警があえて情報を公開していないとすれば、すでに犯人の目星がついている可能性もありますが、やはり H さんの行方がわからなくなった時期に何かしらのトラブルに巻き込まれたと考えるのが自然ではないでしょうか。この事件で明らかにされていない重要な部分の一つとしては、 H さんの携帯電話に関する情報です。部屋に荒らされた形跡はなかったとされているため、おそらく自らの意思でどこかに出かけた可能性が高いと思われますが、携帯電話の通信記録や電波状況などがどの程度把握できているのか気になります。他にも気になる点としては、生活が困窮し子供を施設に預けていたという情報がありますが、その後も仕事をしていなかったと見られる点です。生活保護を受給していた可能性もありますが、 H さんは29歳とまだ若く、仕事を選ばなければどこかで働くことができたと思われるため、なぜ働いていなかったのか疑問が残ります。そして遺体が発見された現場の状況から推測すると、ある程度土地勘のある人物でないとわからないような場所のため、犯人は現場周辺に出入りしていたか、もしくは以前近くに住んでいた可能性が高いような気がします。遺体をバラバラにする理由の多くは運びやすくするためと言われているため、犯人像としては力のない女の可能性も浮上します。もしくはマンションなどの部屋で殺害した場合、人目や防犯カメラを欺くために遺体を小分けにして運んだとも考えられます。事件から間もなく4年が経とうとしていますが、もしかしたらこの事件は犯人の目星はついているものの、死体遺棄容疑の公訴時効を迎えてしまったため、殺人容疑で立件するのが難しいという観点から逮捕に至っていないのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。2007年1月3日午後10時30分頃、東京都渋谷区の歯科医師から自宅にビニール袋に入った遺体があると警察に届け出があった。警察が駆けつけたところ、現場の戸建て住宅から十数個に切断された遺体がポリ袋に入れられ置かれているのが発見され、その後の調べで遺体の身元はこの家に住む歯科医師の長女で短大生の A さん、当時20歳であることが分かった。その後の捜査で現場には外部から侵入した形跡が見られなかったことから、警察は同じ家に住む次男の Y、 当時21歳が事件に関与した可能性が高いとみて事情を聞くと、 Y が関与を認めたため死体損壊と殺人の容疑で Y を逮捕した。このことから兄弟に一体何が起きたのかに注目が集まる中、その約10日後に Y の両親が手記を発表したことで、この事件はさらに世間の注目を集めることとなった。その手記の中では、次男と長女の関係は決して険悪ではなかったとの心境が綴られており、
初公判では残された家族全員が Y を擁護するなど異例の裁判となったが、 Y が行った目を覆うような残虐性が明らかになるにつれ、世間に恐怖と衝撃を与えることとなった。突然の凶行。遺体となって発見された A さんは、現場となった自宅兼歯科医院で、歯科医師の両親と都内の有名私立大学の歯学部に通う長男、そして歯学部を目指し参浪中の次男との5人で暮らしていた。事件発覚の4日前、2006年12月30日午後、父親が仕事で家を留守にする中、母親と長男も東北地方に帰省したため、自宅には次男の Y と A さんの2人だけとなっていた。同日午後3時頃、 Y は3階の自室から2階の居間に行くと、テレビを見ていた A さんから、 Y 君は自分が勉強しないから成績が悪いと言っているけど本当はわからないね、などと言われ、バカにする態度を取られた。当時 Y は4度目の歯学部受験を控え、合格しなければいけないプレッシャーを感じていたが、勉強に集中できず成績も上がらないことを悩んでいたため、以前から憎悪を抱いていた A さんの言葉に強い憤りを感じたという。その後 A さんが2階の居間から3階の自室に向かったため、 Y はその後を追い、3階の廊下に置いてあった木刀を持つと、背後から A さんの後頭部を思い切り殴りつけた。その瞬間 A さんはギャーと声を出し、両手で後頭部を押さえながらしゃがみ込み、何すんの、何かしたかよ、なんで叩くんだよ、と言うと、 Y は A さんの口の聞き方にさらに腹を立て、しゃがみ込んでいた A さんの頭部を木刀で5、6回殴りつけた。すると A さんはうわとうなり声を上げながら抵抗してきたため、 Y が再び A さんの頭部を木刀で 4、5回殴りつけると、 A さんは痛い、わかった、わかったからもうやめろ、と怒鳴ったため、 Y は一旦殴ることをやめたが、この後A さんは Y に言ってはいけない一言を言ってしまったことで、殺害される事態に陥ってしまった。逆上の果て。 A さんは一旦殴ることをやめた Y に対し、私が何かしたか、なんでこんなことをすんだよ、と怒りをあらわにすると、 Y はお前が生意気を言うからだ、何調子こいてんだ、父ちゃん母ちゃんに生意気な態度で、と言い返し、四つん這いになりながら逃げる A さんを足で踏みつけて逃げないようにした上で、日頃の A さんの両親に対する言動を強烈に非難した。しばらくすると A さんが歯をガチガチさせながら寒気を訴えたため、 Y は座り込んでいる A さんの肩に廊下の洗面所に置かれていたタオルをかけると、 A さんは右手が痛いんだよ、足どけよ、私は女優なんだよ、自分で稼げるようになってこんな家出て行ってやる、と怒鳴り出したため、Y はその言葉で怒りが頂点に達していたが、A さんはさらに、私には女優になってスターになる夢がある。Y 君は違う。Y 君が司会になるのはパパとママの真似じゃないか。とまくし立てると、Y は完全に見下されたと感じ、鬱積していた怒りが一気に爆発し、ついに A さんの殺害を決意した。その瞬間、Y はタオルを A さんの首に巻きつけ、1から180まで数を数えながら首を絞め始めると、次第に A さんは青ざめ、床に仰向けに倒れたが、さらに Y は A さんに覆いかぶさりながら首を絞め続け、数を数え続けた。そして Y は180を数えたところで A さんが死んだものと思い、首を絞めていた手を緩めると、その時 A さんは意識を失っていたものの、まだ呼吸を続けていたことから、Y は A さんの息の根を止めようと考え、A さんの両手を掴んで引きずりながら、3階から2階の浴室まで A さんを運び、水が入っていた浴槽に A さんを仰向けの状態で入れると、首を掴んで頭を浴槽の底に押し付け、水の中に沈めていると、A さんはピクンと体を数回波打たせるように動いた後、動きが完全に止まり死亡した。隠蔽工作。 A さんを殺害した Y は、仕事から帰宅する父親に犯行を気づかれないように、約2時間にわたって3階廊下から2階浴室の間に付着した血痕を拭き取り、遺体の処理をどのようにするか考えた末、バラバラに解体した上で自分の部屋に隠すことに決めた。そして Y は家にあった包丁とノコギリを浴室に持ち込むと、同日午後6時30分頃から約2時間半をかけ、浴室の洗い場で A さんの遺体を約15個に切り分けた後、
ポリ袋4袋に分けて入れ、自分の部屋のクローゼットに3袋、キャビネットに1袋を入れて隠し、なぜか A さんのチブサや下腹部だけ流し台に設置されたディスポーザーと呼ばれる生ゴミ処理機で処分した。その後 Y は切断に使った包丁とノコギリは洗って元の場所に戻し、返り血を浴びた着衣は洗濯して証拠隠滅を図ったため、同日午後11時過ぎに父親が帰宅しているが、犯行に気づかれることはなかった。翌日の12月31日午後3時頃、 Y は予備校の冬季合宿に参加するため父親の運転する車で都内の集合場所まで送ってもらっているが、その時なぜか Y は A さんの遺体から剥ぎ取った下着を持参していたという。 Y は車内で父親に、自分の部屋にサメの死体がある、合宿から帰ったら自分で始末するから部屋から匂いがしても開けないでと告げたが、父親は特に気にすることなくそのまま母親らがいる帰省先に向かった。年が明け2007年1月2日午後11時過ぎ、両親と長男が帰省先から帰宅したが、その日は特に異変には気づかず、翌3日午後9時頃、母親がついに異臭に気づき、匂いの元をたどって3階の Y の部屋に入ると、クローゼットからビニール袋に入った切断された遺体を発見したため、同日午後10時30分頃、父親が警察に通報し、事件が発覚した。警察の捜査。通報を受けた警察は死体遺棄事件として捜査を開始し、Y を合宿先から戻らせ、事情聴取を行ったところ、事件への関与を認めたため、Y を死体損壊の容疑で逮捕した。Y は調べに対し、妹から夢がないなどとなじられたので、頭に来て殺した。いつからかははっきりしないが、妹とは仲が悪くなり、3年ぐらい家の中でもお互いが避け、話すこともなかったと供述したほか、両親に対しても、受験なんだからと言われ続け、一人前と認められず、受験生扱いが不満だったと供述した。また、遺体を自宅に放置していた理由については、外出していた父親が帰宅する時間だった。合宿にも行かなければならず、処分できなかったと供述し、A さんの殺害についても容疑を認めたため、Y を殺人容疑で再逮捕した。一方、殺害された A さんの司法解剖を行った結果、遺体の頭部に鈍器などで殴られた跡が見つかり、首には絞められた痕跡が見られ、肺には水が含まれていたため、断定はできないものの、溺死だった可能性が高いと判断された。そして、事件から約3週間が経った頃、両親が現在の心境を綴った手記を発表し、その中で、なぜ息子があれほどまでの強行をしてしまったのかという点につきましては、未だに理解できないのです。A と Y の関係についてですが、3年間も口を聞かなかったような冷たい関係と報道されていますが、それは若干事実と違います。軽米の関係は決して険悪というものではありませんでした。しかし、A の他を顧みない自由奔放な性格と言動は家族から理解されなかったのは事実です。こうした A の生活態度を見ているうちに、A と一切しか違わない Y は、妹が両親を悩ます元凶と思い込むようになったのではないかと思います。と綴られ、Y を擁護する内容だったため、マスコミを含め世間でも、この事件の真相に注目が集まり、初公判には多くの傍聴を求める人が集まった。驚きの証言。2007年7月31日、東京地裁で殺人と死体損壊の罪に問われた Y の初公判が開かれ、Y は起訴事実を認め、弁護側は Y が A さんの遺体解体後に、何のためらいもなく肉厚のカツサンドを食べていたことや、事件当日遺体を置いた自室でぐっすり寝ていたことなどの異常性を指摘し、犯行時には心神喪失または心神耗弱だったと主張したことで、 Y の責任能力の有無が争点となった。また初公判では Y の両親と長男が弁護側の証人として出廷し、父親は Y について兄弟喧嘩をしても Y からは絶対手を出さず、手のかからない我慢強い子だったと話した一方、 A さんについては気が強く攻撃的で人の意見を聞かない、頑固で感謝の念に欠けていたなどと証言し、母親と長男も Y を擁護する証言をした上、3人とも証言した最後に寛大な処置をお願いいたしますと付け加えるなど驚きの証言をした。2008年3月24日、公判の中で精神鑑定の結果が医師から伝えられ、Y は将来のアスペルガー障害で
中学時代に発症した強迫性障害に加え、犯行時に乖離性同一障害、多重人格を発症していたと指摘し、殺害時の責任能力は著しく限られており、遺体損壊時には乖離性同一障害を引き起こしていて責任能力はなかったと結論付けた。2008年5月27日、東京地裁で判決公判が開かれ、裁判長は、死体損壊時の Y は本来の人格とは別の獰猛な人格状態にあった可能性が高いとして、刑事責任が問えない心神喪失状態と認定し、一方で殺害時は精神障害の影響で怒りを抑える力が弱まっていたとしながらも、直前まではトラブルもなく日常生活を送っていたことから責任能力に影響するほどではなかったとし、完全責任能力があったと結論付け、殺人については有罪を認め、求刑懲役17年に対し懲役7年を言い渡し、死体損壊については無罪とした。この判決を受け、弁護側は殺害時も責任能力はないとして控訴し、検察側は証拠の隠滅工作をするなど死体損壊時にも完全責任能力があったと双方が対立する形で控訴した。2009年4月28日東京高裁で控訴審判決が開かれ、裁判所は Y の乖離性同一障害、多重人格を否定した上で死体損壊の責任能力も認め、一審判決を破棄し懲役12年を言い渡すと、弁護側は判決を不服として上告したが、同年9月16日最高裁でも二審判決が支持され、上告が棄却されたことで Y の判決が確定した。そして現在 Y は仮釈放で出所しているとの情報もあるが、詳しい情報は明らかにされていない。この事件は週刊誌などが犯行の猟奇性や異常性を強調する報道を取り上げたことで世間の注目を一気に集めましたが、やはり一番衝撃を受けたことは、家族が Y をかばい A さんの批判とも取れる証言を行ったことです。 A さんは幼い頃から不満があればはっきり口にするところがあり、中学生の頃から両親に対して些細なことにも反抗的な言動を示すようになったとされ、高校生の頃には家出などの問題行動を繰り返し、高校3年生からは援助交際を行い、風俗店で働いていたこともあるとされています。その後は短大に通う傍ら、事件前年からグラビアアイドルになりたいと都内の芸能事務所に在籍し、舞台女優としても実際に活動していたことから、他の家族とは全く異なる人生を歩んでいたため真偽は定かではありませんが、 A さんは父親や兄から DV を受けていたとの一部報道もあります。仮にこれが事実であれば、普段から A さんを疎ましく感じていたために、結果的に Y を擁護するような証言になったのかもしれません。この事件は最終的に殺意と責任能力が認められましたが、懲役12年はかなり短いと感じるため、やはり家族の寛大な処置をお願いしますという言葉が判決にも影響したような気がします。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。事件概要。2010年3月15日午後3時ごろ、福岡市西区のこの島の海岸で切断された女性の胴体の一部が地元住民によって発見された。 DNA 鑑定の結果、遺体は福岡県在住の M さん、当時32歳のものと判明した。捜査本部の調べによると、 M さんはアパートに一人暮らしをしており、3月5日午後7時に会社を出てから連絡が取れなくなっていたことが分かった。また翌月4月9日には福岡市内の競艇場で M さんの両腕が手首から先が見えた状態でゴミ袋に入れられ、海の上に浮いているのが発見された。さらに4月14日には博多港の海中で M さんの胴体を発見。翌15日には博多湾で頭蓋骨に数箇所ひびが入った頭部も発見されているが、両足だけは現在も見つかっていない。 M さんの失踪前、 M さんが住むアパートの近所の住人が M さんの部屋から男女の争う声やガラスの割れる音を聞いており、 M さんは何らかのトラブルに巻き込まれ連れ去られたと見られているが、未だに解決の糸口は見つかっておらず、現在も未解決のままとなっている。
事件の経緯。 M さんは JR 博多駅から約500メートルの場所にあるオートロック付き2階建てアパートの2階で一人暮らしをしていた。勤務先は福岡市内の大手医薬品卸会社で営業を担当し、無断欠勤もなく真面目な勤務態度で職場トラブルなどもなかったという。また700人以上の営業社員の中でも成績が上位になることがあり、将来の幹部候補として期待され、社内だけでなく顧客からの信頼も厚かったという。2010年3月5日午後7時頃、 M さんは勤務先を一人で退社している。翌6日の朝、 M さんは勤務先のゴルフコンペに参加する予定だったが、集合場所に現れず携帯に電話をしても通じなかったため、上司が M さんの住むアパートを訪ねているが、玄関が施錠されていて返事もなかったため、上司は遅れてコンペに参加している。その後コンペが終わっても M さんとは連絡がつかず、 M さんの家族に連絡。3月7日 M さんの捜索願いを提出。これを受け警察がアパートを捜索したところ、部屋は施錠されていたが、浴室扉のガラスと室内の窓ガラスの一部が割れていたことが確認された。しかしそれ以外に荒らされた形跡はなく、現金やクレジットカードなどの金品が盗まれた形跡もなかったという。また M さんの車は駐車場に残されており、車の鍵や現金入りの財布、 M さんのカバンや仕事用の携帯は室内に残されていたが、使用の携帯だけはなくなっていた。3月15日、のこの島の海水浴場に切断された女性の遺体が漂着し、 DNA 鑑定の結果、行方不明となっていた M さんであることが確認された。遺体は死後1週間から10日ほど経っており、 M さんは死後に切断されたとみられている。その後4月9日に両腕、14日には胴体の一部、15日には頭部も発見されているが、両足は発見されなかった。警察の捜査。警察は M さんに失踪する理由が見当たらないことから、事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を開始した。鑑識の結果、室内に物色したような形跡はなく、土足で侵入したり激しく争ったりしたような跡もなく、 M さんの血痕なども発見されなかった。しかし室内の窓ガラスが内側から割れている点については、転倒したゴルフバッグが当たったとみられることから、M さんが誰かと揉み合うなどした可能性があることも分かった。このことから M さんは別の場所で殺害され、切断された疑いが強いとみられた。捜査関係者によると、遺体を切断するには時間がかかり、血も流れるため他人に邪魔されずにゆっくり作業ができる自宅、もしくは自分の縄張りとなっている何らかの場所で遺体を切断した可能性があると述べている。また争った形跡がないことから、顔見知りの犯行の線が強いとみて、 M さんの交友関係の洗い出しを行ったが、犯人の特定には至らず、 M さんの携帯電話の通話履歴を調べたところ、不審なものは見つからなかった。メールについても、会社関係者とゴルフについてやり取りしている程度で、文面から悩みやトラブルがあった様子などは確認できなかった。しかし M さんの行方がわからなくなる 2,3 日前の深夜、アパートの入り口や通路で男女が争うような声が聞こえ、男の声で、恐れるものがないくらい好きだ、お前を殺すこともできると言っていたと近所の住人が証言している。また6日の午前2時過ぎには、アパートの2階から足元がフラフラになった女性を男が連れ出して、路上に止めた車に乗せている姿が目撃されている。こうした状況から、顔見知りの犯人が M さんを抵抗できない状態で連れ去った可能性も考えられたが、現在も捜査に進展はなく、新たな情報も出ていない。疑惑の人物。実はこの事件には関与が疑われた人物が複数存在する。警察はかなり早い段階から M さんの交友関係を中心に聞き取りを行い、同じ会社に交際相手がいたことを突き止めていた。その男性は M さんの上司で、不倫関係だったとされている。 M さんの会社の同僚によると、この男性の転勤を機に M さんは別れを切り出され、
車内で人目もはばからずに泣いている姿が目撃されるなど、男性と別れた後も M さんはかなり未練があった様子だったという。しかしこれといったトラブルは見つからず、この男性は関与を否定している。また M さんは2009年11月に交通事故を起こし、相手の男とトラブルになっていたことが分かった。これについて M さんは自身の SNS に日記を残していた。その内容によると、 M さんと男の交通事故は M さんが車で直進、男がバイクで右折の際に発生している。事故後の第三者調査機関によって M さんには 15%、 男には 85% の過失があると判断された。しかし男は任意保険に入っておらず、バイクの修理を全部 M さんの保険で負担してほしいと言い出した。 M さんの保険会社とは当然話が折り合わず、しまいには M さんの家まで行くと言い出したため、 M さんは弁護士を立てたが、家の前に男らしき人物がうろついているのを見たとされ、かなり警戒している様子が日記に綴られている。その後も解決の糸口がつかめなかった警察は、事件から4年後の2014年2月、M さんとの交通事故の示談書を偽造したとして、有印私文書偽造の容疑でこの男を逮捕した。この逮捕は当然ながら M さん殺人の捜査を念頭に置いたものだと見られていた。しかしこの男は事故後に電話はしているけど、M さんの家までは知らないと証言し、遺体を運搬する際に不可欠な車を所有しておらず、レンタカーや友人から車を借りた事実などもなかったため、事件に関与した疑いは低いと考えられた。そして事件が一気に解決に向かうと思わせるような出来事も起きている。警察は交友関係を洗い出すとともに、 M さんの所持品でなくなっているものがないかを捜査していた。その結果、腕時計がなくなっていることが判明し、 M さんの失踪後に腕時計を監禁していた福岡市在住の30代アルバイトの男が捜査線上に浮かんだ。4月28日、警察はこの男を勤務先の会社から液晶テレビを盗んだとして窃盗容疑で逮捕した。逮捕容疑の裏付け捜査を行うとともに、 M さんとの接点を含め事件との関連を慎重に調べた。しかし腕時計の入手経路を追及したところ、男は質屋の前で拾ったと証言し、その証言に矛盾はなく、 M さんとの接点もなかったことから事件との関連はないと結論付けられた。その他にも M さんの失踪後に不可解な出来事が起きている。最初の遺体が見つかった3月15日の翌日、 M さんの SNS にログインした形跡があった。これについては何者かが M さんになりすまし偽装したという説もあるが、家族が遺品として M さんのパソコンを受け取るなどして、ブラウザーにパスワードの履歴が残っていれば簡単にログインできるため、関係者がログインした可能性も指摘されている。その後この件に関する続報は全く出ていない。事件の真相とは。この事件は今年3月で丸11年を迎えたが、事件から数年後には全くと言っていいほど報道が途絶えている。事件発生当初から捜査は難航していたとみられ、福岡県警は事件のあった2010年12月から1年間の期限を設け、懸賞金300万円をかけた情報提供の呼びかけを始めた。しかし有力な情報を得ることができず、2012年には懸賞金制度に再指定されることはなかった。また M さんの遺体は切断面が綺麗だったとされるため、闇の組織による臓器売買ではないかと噂されることもあったが、臓器の保存時間はかなり短いことから現実的ではないとする見方がある。 M さんの同僚によると、職場での M さんは頼れる姉子といったタイプで、年上からは可愛がられ、年下からは慕われていたという。また M さんは仕事熱心で真面目な上に慎重な性格であることから、見知らぬ相手を部屋に入れることは絶対に考えられないとも述べている。果たして M さんを殺害した人物は誰だったのか、犯人の犯行動機は何だったのか、この事件の真相とは。
この事件と同様の過去の死体損壊事件における犯行動機の多くは怨恨や痴情のもつれによるものが多いとされています。仮にこの事件も怨恨や痴情が動機とするならば、 M さんの交友関係の中でトラブルがあったと考えるのが最も可能性が高いことになります。しかし警察も M さんの交友関係や携帯電話の履歴などについては徹底的に調べていると思われるため、手がかりがなかったとすればかなり短期間での接点だったと推測することができます。実はあるサイトに興味深い考察があります。 M さんと交通トラブルになった男が示談屋に M さんとの交渉を依頼していたのではないかというものです。もちろんこれはあくまで推測の域を超えませんが、 M さんの交通事故トラブルに第三者が関わっていた可能性は十分考えられます。また犯行動機については、M さんの交友関係に目立ったトラブルがなかったことが判明していますが、実は M さんの父親が元警察官だったという情報があるため、これが事実だとすれば、もしかしたら警察に対する恨みが原因で見せしめのために行った犯行だったのかもしれません。いずれにしてもこの事件は交友関係とは別の第三者の犯行だったのではないでしょうか。この事件でまず思うことは、なぜ警察は事件発覚後すぐに交通事故でトラブルになっていた男を任意捜査しなかったのかということです。 M さんの交友関係にトラブルがなかったとすれば、真っ先に浮上するのがこの男だったはずですが、事件から4年後の別件逮捕は遅すぎた印象があります。この男の逮捕容疑は2010年12月に提出した示談書の偽造となっていますが、M さんが死亡してから約9ヶ月後に示談書を作成している点は何か意図的なものを感じます。民事訴訟は当事者が死亡した場合、相続人によって継続されるため、自分に有利な内容に書き換えていたとすれば、やはり何らかの形でこの男が事件に関わっていた可能性があるのではないでしょうか。そしてこの事件で一番不可解に感じることは、 M さんの腕時計を拾った男の存在です。警察の取り調べでは質屋の前で拾ったと述べていますが、明らかに嘘をついているような気がします。偶然にしてはかなり出来すぎな印象があります。 M さんがしていた腕時計は高級だったという情報があるため、おそらく誰かに頼まれて監禁しに行ったのではないでしょうか。これは私の想像ですが、この事件はかなり稚拙な犯行動機で、やはり交通事故でトラブルになった男が深く関与している気がします。 M さんはこの男に待ち伏せされ、事故の件で話がもつれた結果殺害されてしまったのではないでしょうか。部屋のガラスが割れている点などから推測すると、血痕は残されていませんが、やはり室内で M さんは首を絞められるなどで殺害された可能性があります。そしてこの男は車を所有していなかったとされるため、別の第三者が遺体の運搬を手伝い、使用の携帯だけは証拠隠滅のため持ち出し、複数の人間で遺体を処理したと考えることもできます。もしかしたらその仲間の一人が腕時計を拾った男だったのかもしれません。この二人の男は同じ年だったという情報があるため、何かしらのつながりがあったとしてもおかしくありません。実はこの交通事故でトラブルになった男は、事件前の2008年にも免許不正取得容疑で逮捕されています。不正に取得した免許は出会い系サイト専用の携帯電話を契約するためと言っていますが、他人になりすまし借金をするなど別の目的があった可能性も考えられます。このことからも、この男は以前から多くの犯罪行為に手を染めていたことがうかがえます。警察も当然この男2人に対しては関与を疑っていたと思われますが、決定的な証拠をつかめず、結局は逮捕まで至らなかったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。2010年11月25日朝、東京都八王子市内でホストクラブを経営していた T さん、当時43歳が妻に店の関係者に会いに行くと告げ、自宅を出た後行方がわからなくなった。失踪当日、 T さんは午前中妻や仕事の約束をしていた友人と電話で通話していたことが確認されていたが、午後以降は T さんと連絡が取れなくなっていた。
T さんはかねてより知人に金のことでトラブルを抱えている、丸一日連絡が取れなかったら警察や弁護士に相談してほしいと話していたため、その話を聞いた T さんの妻が警察に捜索願いを出した。警察は T さんが事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を進めたが、犯人逮捕となる決め手にかけ捜査は難航していた。しかし事件から約2年半後の2013年4月、警察に T さんの遺体が民家に運び込まれたという情報が寄せられ、捜査が一気に進展した。警察がその民家を家宅捜索したところ、T さんの遺体の一部が見つかり、その後、T さんのホスト仲間ら8人が死体遺棄、損壊などの容疑で逮捕された。この事件はテレビにも出演するほどカリスマ的な存在だった T さんが、自身の店のホストに厳しい面を持っていたことで、ホストらに反感を買い、さらに金銭トラブルや経営をめぐってのトラブルが事件の引き金となっているが、その後の捜査で信じられないようなおぞましい犯行が明らかとなっていく。疑惑の二人。殺害された T さんはホストクラブやキャバクラなど複数の店舗を手掛けるやり手の経営者で、当時は西東京のカリスマと呼ばれるほどだったという。一方で従業員であるホストには厳しく当たる一面があり、売上にもうるさかったため、辞めていくホストは数えきれなかったと関係者が語り、恨みを買うような場面もあったとされている。事件前、T さんは店の従業員と金のことでトラブルを抱えている、丸一日連絡が取れなくなったら警察に相談してほしいと知人に話しており、この頃から自身の身に危険を感じていたと見られている。失踪当日11月25日朝、 T さんは車で自宅を出た後、昼過ぎに JR 八王子駅近くのコインパーキングに車を止め、駅の方向に向かう姿が防犯カメラに映っていたが、それを最後に足取りがつかめなくなった。警察は T さんの足取りを追う一方で、事件に巻き込まれた可能性も視野に入れ、交友関係を中心にトラブルなどがなかったかを捜査していたところ、複数の有力な情報をつかんだ。それらの情報から警察が捜査線上に挙げた人物は、店の経営などをめぐってトラブルになっていた共同経営者の男 G 当時31歳と、ホストクラブ従業員の A 当時26歳の2人だった。2012年7月、警察がこの男らに任意で事情聴取をしたところ、 T さんの携帯電話を壊して捨てたことを認め、供述通り山中から携帯電話が発見されたため、男らを器物損壊容疑で逮捕起訴した。その後男らは起訴内容は認めたものの、 T さんの行方は知らないと関与を否定したまま、懲役1年執行猶予3年の有罪判決が言い渡されたが、その判決で裁判官は、他に何らかの犯罪との関わりについての疑念は拭えないと異例の言及をし、捜査関係者も裁判で本当のことを話しているとは思っていないと述べた。執念の捜査。その後しばらく事件に進展は見られなかったが、2013年4月、警察に民家へ死体が持ち込まれたという情報が寄せられ、その民家というのは疑念が残るホストクラブ従業員 A の実家だった。警察は A の実家の捜索に捜査員約 7,80 人を動員し、あらゆる業者も使い、トイレや風呂、汚水槽を徹底的に捜索したところ、犯行が行われたとみられる日の水道使用量が普段の約3倍だったことが分かった。その結果、生活排水などが溜まる汚水マスから顔の骨の一部や小さなネジのようなものを発見した。その後の鑑定で人骨については劣化が激しく、 DNA 型鑑定はできなかったが、小さなネジは歯のインプラントで使用されるものだと分かり、それが T さんのものであることが判明した。これによりホストクラブ従業員の A と共同経営者の男 G を含む男女8人の関与が浮上したため、8人全員をそれぞれの容疑で逮捕した。取り調べの中で8人は T さんを殺害後、薬剤を使って遺体を溶かし排水口に流すなどしたと述べ、証拠隠滅を図ろうとしていたことが分かった。犯行動機。
その後の裁判で徐々に T さんの殺害に至る経緯や動機が明らかになった。 A は T さんについて、怖い人でした。少しでもミスがあれば殴られたり裸踊りをさせられたりしました。その他にも同僚と殴り合いをさせられたり、電話に出られなかったことで殴られたり、花火を向けられて火傷を負ったこともありましたと証言し、さらにラーメンをおごれと言われて財布に金がないとボコボコにされたり、顔にマジックで僕はチンカスですバカですって書かれて笑い物にされたり、立ち方が気に入らないと殴られて、うずくまると頭におしっこをかけられることもあったとも証言し、 T さんに対する強い恨みを口にした。また A の元妻は、 A は普段から暴力を振るわれたり、殴られて顔を腫らして帰ってきたり、結構こき使われていて休みもなかった。客引きの罰金や店の改装費を全部払えとも言われていたと A に同情する証言をしている。そして共同経営者 G もまた T さんに強い恨みを抱いていたことが分かった。 G の知人は、 T さんと G が共同経営していた店では G がほとんど経営の実務を担っており、 T さんは時々顔を出して暴れるだけだった。その上、売上の一部を納めなければならないことに強い不満を G は抱いていたと裁判で証言している。このような強い恨みを抱いていた G が T さんの射殺を A に持ちかけ、 G は A に実行役をやってもらう、お前が全ての罪を被るか完全犯罪を目指すかのどちらかだと二者択一を迫り、 A は悩んだ末、完全犯罪でお願いしますと G に告げ、犯行に及んだという。実行と隠蔽。 T さんの失踪日11月25日、 G と A は T さんを殺害する作戦を実行した。実行役の A は JR 八王子駅近くにあるホストクラブの店に T さんを呼び出し、 G の知人から調達した拳銃で T さんの胸と頭を撃ち射殺し、使用した拳銃は後日東京都の多摩湖近くの地中に埋めて隠した。殺害後 A は A の元妻を現場に呼び出し、 T さんの遺体を衣装ケースに入れるのを手伝わせ、一旦 A のアパートに隠し、ここから想像を絶する隠蔽工作が始まる。 A は実家に遺体を運び込み、寸胴鍋を準備し、その中に遺体を入れた上、水と強アルカリ性の薬剤を混ぜてコンロで煮沸し、遺体を溶かし始めた。その様子を実家に住んでいた A の父親にバレないようにするため、A は元妻に父親を飲みに連れて行ってほしい、その間に死体を溶かすと頼み、遺体の煮沸を続けたという。その翌朝、父親らが帰宅したところ、まだ遺体を溶かしきれておらず、父親に現場を発見されてしまったため、 A は死体を溶かしていることを父親に白状した。それを知った父親は驚くことに、自身の職場に一週間の休暇連絡をして、A に加担する行動を取り、遺体を溶かす作業を手伝っている。その後、遺体の肉がほぼ溶け、わずかな骨だけになったところで、浴室の排水管に流せるものだけ流し、溶け残った骨はスポーツバッグに詰め込み、川へ持って行き、ハンマーで砕いて細かくして川へ流したという。最終的にこの事件は男女8人が関与することとなり、あまりにもおぞましい犯行内容が明らかになるにつれ、世間を震撼させた。男女8人それぞれの容疑は、死体遺棄損壊容疑、共同経営者 G 当時31歳、後に殺人容疑で再逮捕され起訴されたが拘置所で自ら命を絶っている、ホストクラブ従業員 A 当時26歳、後に殺人容疑で再逮捕、 A の元妻当時31歳、 A の父親当時59歳、G の知人の男当時30歳、後に銃刀法違反容疑で再逮捕、飲食店経営の男当時34歳、死体遺棄幇助損壊幇助、 G の元妻当時28歳、 G の妹当時28歳、これら8人の人物が完全犯罪を成立させるため隠蔽工作に加担したが、一人の目撃者によって全ての罪が明かされ、おぞましい事実が白日のもとにさらされることとなった。
殺害された T さんは自他ともに認めるカリスマとされ、その強気な態度に反感を持つ者も少なくなかったとされているため、職業柄的にも常に周囲には敵がいたことがうかがえます。 T さんをよく知るホストクラブ関係者は、 T さんはホストブームを作った人間だという自負が強く、とにかく他人にもお金にも厳しい人間でした。やばい女性に手を出したことがあり、恋人を飛ばされたこともあります。黒い連中との付き合いも噂されていたこともあり、金銭トラブルも多かったと語り、いつか誰かに殺されるのではないかとの噂もあったとされています。殺害に拳銃が使用されていることから推測すると、おそらく暴力団関係者も深く関与していたのではないでしょうか。拳銃の出所は公表されていませんが、たとえ夜の世界に精通していたとはいえ、素人が簡単に拳銃を手にしていることには恐怖を覚えます。そしてこの事件は遺体を鍋で溶かして遺棄するという完全犯罪を目論んで失敗していますが、仮に遺体を運ぶところを誰にも見られていなければ完全犯罪が成立していた可能性があるため、似たような遺棄の仕方で表に出ていない事件は実際のところかなり存在するのではないかと感じます。皆さんはこの事件をどのように感じたでしょうか。事件概要。2008年7月11日、千葉市中央港で釣りをしていた男性が停泊していたタンカーと岸壁の間に浮かぶマネキンのようなものを見つけ、110番通報した。駆けつけた警察が確認したところ、マネキンではなく頭部と両足が切断された女性の胴体であることが判明した。この遺体は死後5日から10日が経過しており、着衣はなく、胴回りにはロープが結びつけられ、その先には重りがつけられており、切断面の形状からナタのような重みのある刃物で人為的に切断された可能性が高いことが分かった。さらにその3日後には、胴体の発見場所から約300メートル離れた海中で、県警のダイバーがロープで一つに巻かれ重りをつけられた両足を発見したが、頭部と両腕は見つけることはできず、遺体の身元の割り出しは難航した。その後、同年9月頃、最近姿が見えない女性がいるという情報提供をもとに DNA 型鑑定を行った結果、遺体の身元は千葉市稲毛区に住む無職の女性 M さん、当時30歳であることが判明した。警察は死体遺棄事件として捜査を開始し、 M さんの交友関係を中心に捜査を進めたが、捜査関係者が摩訶不思議と漏らすほど M さんの生活環境は奇妙なもので、当初から捜査は難航することとなった。そしてその後も捜査を続けたものの、有力な手がかりを得ることができず、この事件は多くの謎を残したまま、現在も犯人の特定には至らず未解決のままとなっている。奇妙な生活。事件当時、遺体で発見された M さんは千葉市の閑静な住宅街にある2階建てアパートで中年男性3人と同居生活を送っていた。同居していた男性はいずれも50代から60代で、そのうち1人は M さんの知人だったが、他の2人は部屋をシェアするだけの妙な関係だったとされている。ちなみにこの男性らは派遣労働などで日銭を稼いでいたとされ、部屋の間取りは 3DK で家賃は5万円だったという。そんな M さんは千葉県市川市出身で、20代半ば頃からたびたび家出を繰り返し、2003年8月には家出人捜索願いが出され、2006年2月頃一旦実家に連れ戻されているが、再び家出をして行方不明となり、各地を転々とした後、何らかの理由でこのアパートに移り住み、3人の男性と同居することになったと見られている。近隣住民によると、M さんは頻繁に午前9時頃化粧バッグを持って同居男性の車に乗り込んで出かけ、午後11時頃に帰宅していたとされ、その他 M さんの部屋に見知らぬ複数の男性が出入りしているのを何度か見かけたとも語っており、近隣住民は M さんのアパートに異様な雰囲気を感じていたという。一方でゴミを出している M さんに挨拶をしたことがあるという住民は、M さんの印象について普通に挨拶を返してくれて愛想のいい人だったと語っている。
また事件の数年前には部屋の前に解体工大工募集との張り紙があったことから建築関係の事務所ではないかと見られていたが、アパートの前に場違いなベンツやロールスロイスなどの高級車がたびたび横付けされていたという目撃情報があり、巡回中の警察にあそこには近づかない方がいいと言われたとの話もあるため、暴力団が関与しているアパートではないかとの噂が広がっていたという。このアパートに取材で訪れた記者によると、玄関先には土木作業に使うヘルメットや泥まみれになった長靴、空き缶を詰めたゴミ袋や解体した電化製品などが散乱し、とてもじゃないが女性が好む環境ではないとの印象を語っており、なぜ M さんがこんなところで同居生活を送っていたのかについては謎のままとなっている。警察の捜査。警察は当初 M さんが同居していた3人の男性が何らかの事情を知っている可能性が高いとみて調べを進めていた。警察が同居男性に話を聞いたところ、事件の少し前、7月2日昼頃、この男性が M さんを千葉市中央区内の路上に車で送り届けていたことが分かり、その後 M さんはアパートに戻ることはなく、その日の夜には携帯が繋がらなくなり行方不明になっていたことが分かった。また同居男性らは通報しなかった理由について、港で女性の遺体が上がったことは知っていたが、報道された足のサイズが約22センチで M さんのものと違ったため別人だと思った、 M さんじゃなくてよかったなどと話し合っていたと供述し、 M さんが普段大きいサイズの靴を好んで履いていたことには気づかなかったという。そのため胴体と両足が相次いで見つかった後、別の知人男性が最近姿が見えないと県警に連絡したことで遺体が M さんであることが判明している。その後も警察は同居男性3人の取り調べを進めたものの、事件と直接的な関係があるとは言い難いとして同居男性の関与はなかったとの見方を強めた。ある捜査関係者は重りをつけて海に沈めるなどの手口からプロによる犯行の匂いがすると語り、 M さんの交友関係の洗い出しに全力を挙げているが、未だ有力な手がかりはなく目撃情報もないことから捜査は暗礁に乗り上げてしまった。ささやかれる噂。実は M さんの生活についてある噂がささやかれている。それは M さんが風俗嬢として働かされていたのではないかというものだった。以前 M さんと同じアパートに住んでいたという男性によると、 M さんが住んでいた部屋の男から風俗に勤めている女を車で送り迎えしていると聞いたことがあるとの話があり、それが M さんである確証はないものの、化粧バッグを持って車で送り迎えされる M さんの姿が複数の近隣住民に目撃されていることからも信憑性は高いとの見方がある。またネットの掲示板にはテレクラで M さんと会ったことがあるとの書き込みや、 M さんと出会い系サイトでやり取りしたことがあるなど複数の真偽不明の書き込みが存在し、中には M さんと思われる写真まで投稿されているケースもあるとされている。仮にこれらが事実だとすれば、 M さんが不特定多数の男性と接触していた可能性が浮上するため、客との間に何かしらのトラブルが発生したことにより殺害されたのではないかとの見方もあり、その場合犯人の特定はかなり困難だと指摘する声もある。しかしこれらの噂が事実だとしても、なぜこのアパートで同居生活をしていたのかなど多くの謎は未だに解明されていない。事件の真相とは。この事件は M さんの奇妙な生活が注目を集め、様々な憶測が飛び交っていたが、真相は解明されないまま、すでに事件から13年以上が経過している。実は事件から6ヶ月後の2009年1月8日、M さんと同居していた男性の一人 S、 当時56歳が別の事件で逮捕されている。その容疑は M さんが住んでいたアパートを拠点に、当時15歳だった少女にテレクラで客を取らせ、千葉市内のホテルで男性客と1回あたり1万5000円から3万円でわいせつな行為をさせたという児童福祉法違反容疑だった。そしてこの事件ではもう一人、売春させることを分かってS に少女を引き渡した当時25歳の男も逮捕されているが、驚くことに M さんと同じように
男らは少女と同居していたことが判明している。 S は車で送り迎えはしたが行為を強制したわけではないなどと容疑を否認しているが、この逮捕によって M さんも同じような行為をさせられていた可能性が一気に高まった。しかしその後の捜査でも S が M さんの殺害に関与していたという情報は出ておらず、 M さんの事件に進展が見られることはなかった。果たして M さんは一体誰に殺害されたのか、このアパートに住んでいた理由は何だったのか、この事件の真相とは。この事件で警察は同居男性3人について事件と直接的な関係があるとは言い難いとして捜査対象から3人を外していますが、間接的な関与はどこまで調べたのか非常に気になります。 M さんは7月2日に同居男性の車で送られた後に行方がわからなくなっているため、何かしらの事情を知っている可能性は少なからずあったのではないでしょうか。同居男性らは取り調べの中で報道された遺体は M さんではないと思ったと話していますが、 M さんを毎日のように送り迎えしていたにもかかわらず、何日間も M さんがアパートに帰宅しないことを放置していたことには違和感を覚えます。 M さんを7月2日に車で送った同居男性が普段なら迎えに行っているはずが、この日だけ迎えに行っていないとすればM さんが二度とアパートに戻らないことを知っていたと考えることもできます。だとすれば同居男性が解決の鍵を握っていた可能性が高いため、未解決になっている要因はやはり警察の捜査に問題があったのかもしれません。 M さんが殺害された動機などは分かりませんが、この事件はなんとなく誰か一人の怨恨などではなく、 M さんは組織的に殺害されたような気がします。この事件は被害者である M さんの情報が極めて少ないため確かなことは分かりませんが、事件の半年後に同居していた男が逮捕された内容を見ると、おそらくネットなどの噂通り M さんは体を売る仕事をしていたのではないでしょうか。 M さんは20代半ば頃から家出を繰り返していたという情報はありますが、何かの定職に就いていたという情報などが出ていないため、推測ではありますが M さんは若い頃から体を売ることを生業にしていたような気がします。そして奇妙とされる M さんの生活環境についてですが、目撃情報などから裏社会の人物がアパートに出入りしていたような証言があるため、 M さんは何らかのきっかけで裏社会とつながりを持ち、監視されながら生活することを余儀なくされていたと考えることもできます。例えばそのきっかけが裏社会の人物に金を借りたことだったとすれば、借金返済のために働かされていた可能性も考えられます。仮に何かしらの弱みを握られ M さんが生活していたとすれば、犯行動機は客とのトラブルではなく裏社会の人物とのトラブルの可能性が高いような気がします。だとすれば捜査関係者が述べているように手口がプロ的な匂いがするというのも納得できます。おそらく警察も裏社会の人物が絡んでいるとみて捜査をしていたと思いますが、決定的な証拠をつかむことができなかったのではないでしょうか。事件から半年後に逮捕された男が M さんの知人だったのかは分かりませんが、直接的な関与はないとしても事件の真相を知っている可能性は非常に高いような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。事件概要。2008年4月18日夜、東京都江東区に住む会社員の女性 T さん、当時23歳が自宅マンションから忽然と姿を消した。同日午後8時40分過ぎ、 T さんと同居していた姉は仕事を終えて帰宅したところ、玄関に鍵がかかっておらず、玄関付近の壁に血痕がついていたことを不審に思い、警察に110番通報した。駆けつけた警察が室内を調べたところ、玄関に複数の血痕があったほか、台所にあった包丁がなくなっていることも分かり、警察は T さんが事件に巻き込まれた可能性が高いとみて捜査を始めた。警察はマンション住民への事情聴取や任意での指紋採取と家宅捜索を行い、事件発生から約1ヶ月後の5月25日T さん宅の2つ隣の部屋に住む派遣社員の男 H、 当時33歳を
住居侵入容疑で逮捕した。その後の捜査で H は殺人、死体損壊、遺棄容疑など5つの容疑で逮捕起訴され、第一審で無期懲役が言い渡された。これを受け検察は量刑不服として控訴したが棄却され、その後上告を断念したため H の無期懲役が確定した。この事件は当時セキュリティの高いマンションから忽然と女性の姿が消えたことで、マスコミでは神隠し事件としてトップニュースで報じられた。また事件翌日、H がマスコミの取材を受けていたことや、この事件が裁判員裁判のモデルケースになったこともあり、メディアから注目される事件となった。事件当日の経緯。現場となったマンションは JR 潮見駅から徒歩5分ほどの場所にある9階建て新築ワンルームマンションで、 T さんは9階に姉と2人で暮らしていた。 T さんと姉は事件の約1ヶ月前にこのマンションに引っ越してきたばかりで、当時は3分の1ほどが空室で、事件当日も T さんの両隣の部屋は空室のままだった。このマンションには監視カメラやオートロックなどの防犯設備が多く設置されており、T さんらがこの物件に住むことを決めた理由の一つだったとされている。事件当日、4月18日午後7時10分頃、T さんの姉が今から帰るよと T さんにメールを送っている。午後7時19分頃、自宅近くのスーパーで買い物をする T さんの姿がスーパーの防犯カメラに映っており、その後すぐ T さんから姉にもう着いたよとメールが届いている。午後7時31分頃、 T さんが自宅マンションの防犯カメラに映っていたのを最後に行方がわからなくなった。そしてちょうどこの頃、姉が近くのスーパーで買い物をする姿が防犯カメラに映っていた。午後8時40分過ぎ、姉が帰宅すると玄関の鍵が開いており、部屋が散らかっていることに気づいた。5分ほど経っても T さんが帰らないため、姉は T さんに電話をかけたが繋がらず、 T さんにどこにいる、家鍵かけてないよとメールを送信するも返信はなかった。その後姉はマンション内を探し回ったが、結局 T さんは見つからなかった。部屋に戻った際、姉は玄関の壁に血痕があることや、部屋の床に半分に切れたタオルがあるなどの異変に気づき、午後9時15分頃、警察に通報した。警察の初動。通報を受けた警察は、マンション内のどの防犯カメラにも T さんが外出した記録が残っておらず、不審な人物がマンション内に出入りした形跡もなかったことから、早い段階で捜査の目はマンション内に向けられていた。事件の翌日にはマンション全室を対象にした任意の家宅捜索を行い、後に逮捕される H もそれに応じていた。この家宅捜索は T さんがマンション内のどこかの部屋で監禁されている可能性を念頭に置いたものだった。警察は H の部屋を訪れた時、部屋にたくさんの段ボール箱が積まれていたため、いくつかの段ボール箱の中身を確認しているが、事件に関わるようなものは出なかった。この時 H は自ら他の段ボール箱も確認するように促しているが、警察は全ての段ボール箱を確認することはせずに、H 宅での家宅捜索を終えている。しかし、この時確認しなかった段ボール箱には切断された T さんの遺体の一部が入っていたことが後に判明している。 H は怪しいものが入っていない段ボール箱を確認させることで、他の段ボール箱は見ないとの確信の上で警察に確認するよう促していたことが分かった。この時警察はまんまと H の策略にはまり、 H の犯行を見逃すこととなった。隠蔽行動。犯人の男 H は事件の約2ヶ月前2008年2月からこのマンションで暮らし始めていた。 H と T さんの部屋は共に9階にあり、 T さん宅の2つ隣の部屋に H は住んでいた。事件当時、K
9階には H と T さんら以外には誰も入居しておらず、2人に面識はなかったが、 H は犯行1週間前にマンション内で T さんを見かけ狙いを定めていた。事件当日4月18日午後6時過ぎ、仕事から帰宅した H は T さんを拉致するため待ち伏せを始め、午後7時半過ぎに T さんが自宅の玄関ドアを開けて家に入った瞬間、 H はドアの隙間に手を差し入れて室内に侵入した。この時 T さんは玄関でブーツを脱いでいるところだったが、驚いた T さんが悲鳴を上げたため H は T さんの顔面を殴打し、 T さんはその場にうずくまった。 H はうずくまっている T さんを台所にあった包丁で脅しながら奥の部屋へ連れて行き、部屋にあったタオルで両腕を縛り、ジャージで T さんの顔を覆った。その後 H は自分の部屋に連れ込むため T さんに包丁を突きつけながら部屋を出て行ったが、その際玄関の壁に H の指紋が残り、それが犯人を裏付ける決定打となった。 H は自分の部屋に連れ込んだ T さんを部屋にあったビニール紐で手足などを縛り、その後も監禁を続けた。午後10時20分頃、 T さんの姉から通報を受けた警察が H 宅に事情聴取に訪れたが、 H はアダルトビデオを見ていたため対応はしなかった。午後10時40分頃、外の様子が騒がしくなったことに気づいた H は外の様子を見るため玄関を出て行ったところ、警察から事情聴取を受けた。この時 H の想定以上に事件の発覚が早かったことで、犯行の発覚を恐れ逮捕される恐怖心から T さんの殺害を決意したという。午後11時頃、 H は T さん宅から持ってきた包丁で T さんの首を刺し殺害した。 H は T さんを殺害後、遺体を包丁2本とノコギリでバラバラに切断し、冷蔵庫の中やベッドの下、段ボール箱などに遺体を入れ、一部はトイレに流すなどの隠蔽を図っている。犯人の特定。警察は犯人が T さんの部屋に侵入した際に指紋をわずかに残していたことを掴んでいた。そのため事件の翌日にはマンション住民全員から任意で指紋を採取していた。しかしその時 H だけは薬品を使って指先の皮膚を荒らしていたため指紋が読み取れず、照合には至っていなかった。警察はこのことを不審に思い、1ヶ月後に再び H から指紋を採取したところ、皮膚が再生しており、 T さんの部屋で発見された指紋と一致したため、 H を住居侵入容疑で逮捕した。さらに警察は H 宅の浴槽や下水管を調べたところ、わずかに残った遺体の肉片を発見し、採取された血痕が T さんの DNA と一致した。実は T さんが殺害された翌日、H はマンション周辺に集まったテレビ局のインタビューに答え、自らが T さんの命を奪っていたにもかかわらず、うすら笑いを浮かべながら T さんを心配する姿がカメラに収められていた。さらに H はマンションの管理会社に対しても、事件が起こったのはマンションの監視カメラの数が十分ではなかったからだとクレームの電話を入れるなどして、自身は事件とは無関係だと言わんばかりの行動をとっていた。このような事件を起こした原因として、 H の生い立ちに興味深い内容がある。 H は幼少期の頃足に大やけどを負っており、ケロイド状に残ったやけど跡が原因で小学校の頃からいじめに遭うようになり、父親に相談したところ、人は見かけではないと言われ、やけど跡が見えるように半ズボンで通学させられていたという。その後も H は両足のやけど跡にコンプレックスを抱くようになり、女性と一般的な付き合いをすることが不可能だと考えるようになり、次第に性的嗜好は歪み、自分との性行為に依存するような女性を求めていたとされている。また女性を拉致して性行為を続ければ自分の虜になると思い込み、さらに手足を切断した女性と性行為をしたいという欲望も持っていたとされる。謎の現象。
実はこの事件には事件内容とは別の側面で話題になった謎の現象がある。事件後、テレビのニュース番組で外からヘリコプターで事件現場の様子を撮影した際に、現場となった部屋のベランダで不可解な現象が起きている。問題となったその映像とは。この映像を見ると、確かに誰もいないはずの部屋の網戸らしきものが勝手に動いているのが確認できる。霊的な現象だとする声も多く聞こえるが、真相は明らかになっていない。この事件で H は犯行の残忍さとは裏腹に極刑を免れ、無期懲役刑となっています。このことで死刑賛成派、反対派の双方の意見が分かれた事件でもありました。東京地裁は判決理由として、死刑判決には相当強い悪質性が認められることが必要となるが、この殺害では必要な攻撃を加えたものではなく、残虐極まりないとまでは言えない、自ら罪を悔いており死刑は重たすぎると結論付けています。おそらくこの説明は T さんの死に至るまでのものだと思われますが、死後 H が証拠隠滅のために T さんの遺体を細かく切断して下水に流したなどの行為は残虐極まりないものだと言わざるを得ないと思います。判決文では後半にて H は逮捕されてから一度も死刑以外のことは考えたことはなく、情状酌量や無期懲役など少しも思っていませんと証言していますが、逮捕直後の H は誰かにはめられたと話したとされており、血液反応という物的証拠が提示されるまでは犯行を否認していたという情報もあるため、本心とは考えにくいところがあります。今回の事件はセキュリティの高いマンションで起きた犯行ということもあり、社会や一人暮らしの女性に与えた衝撃は計り知れないものがあると思います。改めて自身の安全を守るのは防犯カメラや警備会社ではなく自分自身なのだと感じます。ある情報によると、警察の事情聴取でマンションの住人はトイレや風呂の排水口の詰まり具合を聞かれていたとされています。仮にこれが事実だとすれば、警察は初動捜査の段階からマンションの住人による内部犯行との見方で捜査し、さらに遺体が解体され下水に流されている可能性も視野に入れていたと考えられます。 H の供述によると、全ての遺体の処分は事件から約2週間後の5月1日に終えたとされ、自宅のトイレ以外にも驚くことに別のマンションのゴミ置き場や駅近くのコンビニにも遺体を捨てていたといいます。実は警察は遺体の処分が終わっていない5月1日までに H の自宅を3回立ち入り捜査したとされ、浴室や天井裏なども確認したという情報があるため、遺体を発見できなかったことには疑問を感じますが、裁判資料を見ると H は警察の裏をかくような巧妙な手口で遺体を隠していたことがうかがえます。この事件に限らず、遺体をバラバラにする事件の多くは、もしかしたら逮捕される恐怖心に犯人の心が支配され、隠蔽することだけを考えるようになり、このような異常な行動を引き起こしているのかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。